品を乗せて2段積みにされたパレットと20枚以上積まれた大量のパレット2段積みパレットの運搬パレットは物流に用いる荷物を乗せるための200台。最も代表的な平らパレットの他にボックスパレット、シートパレットなどの多くの種類が存在する。工場やトラック、海上コンテナ、倉庫、 運送会社の営業所などでの荷役作業の向上や生産性向上による効率の最適化、作業負担の軽減や扱いをしやすくするために使用される。一般的なパレットであれば、運搬の際には台上に荷物を乗せ、パレットの足と足の間にフォークリフトやハンドリフトの爪を差し込んで持ち上げる。標準的なパレットであれば1枚で1トンの移動が可能であり、荷物を 貼り付けた状態で2段、3段と重ねたり、パレットラックなどの保管設備に格納したりすることができる。材質は木材でできたものが多いが、湿気などに強い合成樹脂性も多くなっている。なお、航空輸送においては、アルミ合金で作られた板状のゆるりをパレットと呼ぶ。その場合、本校で述べているものは、スキットと呼ぶことが一般的である。 物流倉庫ではパレットを収納するパレットラックと併用されることが多い2014年国際標準化機構によって策定された ISO 6780-2003規格。ハリケーンカトリーナ被災者用の緊急支援物資を載せた軍事用463リットルパレットを輸送機へ搭載中のアメリカ軍女性兵士 C-17 輸送機から空中投下される 軍事用パレット最も一般的に使用されているのは食料品製造業者協会が策定したパレットであり、これは米国で生産される新しい木製パレットの30%を占めている。ISO は GMA の刻印が押されたパレットの一つを国際規格内の一つとして認証している。EU パレットの諸言図パレットに刻印された一ク表示。ドイツ。 バーデンビュルテンベルク州で2000年4月に製造され、熱処理が行われたことがわかる国際植物貿易条約によって義務付けられた、検疫国印表示1995年に世界貿易機関と共に成立した協定、衛生植物検疫措置の適用に関する協定の中に包括される植物検疫措置に関する国際基準の中で国際的に流通する木製のパレットは、 外虫の国際的な蔓延を防ぐため、パレットそのものに関し1952年に発行された国際植物防疫条約の表示である i プックマークが義務付けられている。イプックシンボルマークに続き、左から識別コード、検疫処理方法、1970年に T11 型が実により一貫輸送用平パレットとして企画化され、その名の通り、 一一と続称されている。一貫輸送用平らパレットとは構造、寸法など規格によって統一されたパレットを広範囲の業界を呼びかく輸送機関で相互に共同運営するパレットプールシステムで利用されるパレットのことである。ただし、業界によっては t 十二型など異なるサイズを標準利用としている場合もあり、すべてにおいて標準化されているわけではなく、 日本国内では業種ごとに100種類くらいのサイズがあると言われている。日本では木製パレットから合成樹脂製のものに移行してきているが木材資源が豊かなヨーロッパでは環境保護のために樹脂製ではなく木製のパレットの使用量が圧倒的に多い。木製のパレット古い伝統を持つパレットであり十分な強度や耐火重量を持ち生産。 排気にかかるコストが低いといった総合的なバランスの良さから今日でも広く使われている。口述の合成樹脂製パレットと区別をするために木パレと呼ばれることもある。その場合、合成樹脂製パレットは単にパレットと呼ばれる。特に一部が破損した場合においても修理が容易である点は他の材質にない大きな長所である。しかし、その反面湿気には弱く、 湿度の高すぎる環境では変形したり朽ちてしまう可能性がある。木材資源としてリサイクルすることもできるが、防腐剤が使われていることがあるため、一部の国では焼却処分が禁止されている。また、害虫が木製パレット内部に存在したまま国境を越え、深刻な環境破壊をもたらしているという教訓を得てからは一部の国でポプラ。 後半もしくは群定など、殺虫処理をしたもの以外の生木製パレットを使用した物品の輸入を禁止している。使用済みの木製パレットを廃棄する場合、法律上は産業廃棄物ではなく、家庭ゴミと同じ一般廃棄物として扱う。しかし、市町村で処理ができない場合、一般廃棄物処理業者が少ないために合法的に、 処理することが困難な状態に陥ることがあり、問題となった。そのため、木製パレットについては2008年4月1日より、他の事業系一般廃棄物とは切り離して、産業廃棄物として扱うべく、法改正が行われた。廃棄物の処理及び清掃に関する法律、問題点を参照。四方向から爪をさせるパレットも存在する。プラスチックパレットとも呼ばれる。 木製パレットと比べ強度や耐火重量に優れ、破損が少ないのが特徴である。その強度を活かし、リフトアップ用の穴が4方向に設けられたものも見られる。木製パレットと比較して、湿気に強く湿度の高い環境での使用にも耐え、輸出に先立つ殺虫処理も不必要である。一方で、木製パレットと異なり、破損してしまった場合の再生は困難であり、 産業廃棄物として廃棄せざるを得ないという欠点がある。鉄やアルミニウムで作られたパレットで強度、耐火重量面での優秀さは群を抜く。コストの高さ、パレット自体の重量による運用の難しさなどから一般にはあまり使用されないパレットである。アルミニウム製のボックスパレットは医療関係の物流でしばしば見られる。また、航空貨物輸送においてもアルミ製のパレットが 使用されることがある。特殊なクラフト紙で組み立てられたパレット。使用される事業所、工場ではしばしダンパレと呼ばれる。耐荷重量は近年の製造技術工場により約5トン程度まで耐えられるようになっている。基本的には使い捨てを前提として運用される。しかし廃棄、リサイクルの容易さは特筆に値するものがあり、 環境保護の観点からあえてこのパレットが採用される場合もある。メリットは製造コストが低い、軽くて小スペースなので輸送コストが低いなど、ビーズ法発泡スチロールを使用した輸送用パレット E ライトパレットを日本ツーンと東方工業が共同で開発した。軽量で耐水性に優れ高い強度を持つことが特徴となっており、 従来の合成樹脂パレットに比べ石油消費量が大幅に削減できる上、燃焼させた場合も炭酸ガスと水のみが排出される環境に配慮した構造となっている。耐荷重については隠しタイプが設定されている。従来の立体構造のパレットとは異なり、特殊クラフト紙や合成樹脂製の薄いシート状のパレット。英語ではスリップシートと呼ぶ。 専用のフォークリフトと共に使用され、米、飼料、肥料といった袋状のものに用いられることが多い。専用のフォークリフトは、一般的な2本の爪ではなく、シートと同寸法以上のプラテンと呼ばれる板状の積載台を持ち、シートパレットの端のタブを掴んで、プラテン状に引き寄せて乗せ、押し出して下ろすために、油圧で動作するプッシュプルのアタッチメントを持っている。 積み上げた、高さに対するパレットの高さによる損失がない、軽いため空パレットを手で簡単に持ち運ぶことができる、などの利点がある。また、シートパレット上の荷物を崩すことなく、シートパレットを抜き取ることもできる。また、通常のパレットの上に敷く形で、シートパレットを併用することにより、運輸の途中までパレットの優位性を生かしつつ、途中から、 スリップシートの優位性を活用するといった利用法もできる。ボックスパレット画像左奥に映る商品が載せられたものがポストパレットタンクパレット板に少なくとも3面に対し垂直な側板や格子など上部構造物が取り付けられたもの。固定式、取り外し式、折りたたみ式、側面開閉式などがあり、上部に蓋が取り付けられるものも存在する。 垂直の側板が取り付けられたもの、金属製のもの、ロールボックスなどは欧米では主に、スティールコンテナとも呼ばれる。ロールボックス、ロールパレット、カゴ台車、カゴ車、台車などとも呼ばれる。金属製のゲージにキャスターがついた金属製、または樹脂製の底板を組み合わせたもの、主に荷物の搬送、仕分けや保管に使用される。 そこ板を跳ね上げ左右のゲージを折りたたむことができる。保冷や防塵を目的としたカバーで多い使用することもできる。主に金属製の支柱を持つパレット。固定式、取り外し式、折りたたみ式などが存在する。重量物、長弱物などを主に金属加工場、建材などで使用されることが多く、支柱同士で積み重ねが可能であるものが多い。 粉離状の物質を貯蔵できる小型のサイロ式パレット。密閉状の側面と開閉式の蓋を持ち、下部に粉離を開放するための開閉装置が取り付けられている。主に液状の物質を貯蔵するため四方が密閉されており、周囲を金属製のゲージに囲まれている。上部、または下部に液体を流出させるための開閉装置が取り付けられている。欧米では、 バルクコンテナと呼ばれる。日本航空の747型機に搭載される、ユルディユニットロードデバイスは、航空機に貨物を搭載するための機材の総称であり、パレット、コンテナ、イグルーとも呼ばれる。なお航空業界では、コンテナ形状のユルディを、パレット、板状のものは、スキットと呼称することが多い。ユルディに入らない大型のものや、長弱物などで、スキットが使用される。 旅客機の仮面や貨物機の床面に取り付けられた金箔装置に直接固定できるエアクラフトユルディと荷主が所有する直接固定できないノンクラフトユルディが存在する修理できなくなったもの対応年数を経過し廃棄されたもの物流倉庫解体による物流機器の処分などで放出された木製パレットを家具などとして再利用する動きがあるサイズが決まっているために モジュールとして利用することができ、簡単な桁構造となっているため、その桁を活かし積み重ねての使用や、木製であるため切断、切削加工も容易なため、DIY の材料として利用されている。アメリカのアコースティックギターメーカーである、テイラーギターは、自社の木材加工技術の高さを示すため、パレットを再利用した高品質なパレットギターを製作している。 アップサイクリングされたイスニューヨークにあるインテリアデザイン会社 IBM デザイン社はコソボナミンを収容するためのパレットハウスを提案しており人類のための建築物が主催する1999年のコンテストで賞を受賞している。また IBM と協力しチャールズ皇太子が主催するプリンスチャリティ財団会議の一環として パレットハウスの実物大プロトタイプがミラノトリエンナーレで展示されている。価格が安く大量に用意できるため難民住宅として容易に使用することが評価されている。2008年ウィーン大学の学生2名がモジュール式のエネルギー効率の良いパレットハウスを製作しており欧州各地で展示されている。また、これは低所得者向け住宅として検討された。 2014年、コロラド州、デンバーでパレットの多様性を紹介するパレットフェスティバルをクラウドファンディングによって集めた資金により初開催しており、アップサイクリングされた多様な芸術品や家具、パレットで作られた円形劇場やパルクールコースなど大型構造物などが展示された。ありがとうございます。